YouTube をご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日は新居浜に来ました。今回はハンター家族の休日の風景です。ここはサーフスポットとしても有名なビーチ、新居浜海水浴場。砂浜だけじゃなく、砂浜の端には磯があって磯遊びもできます。ここのビーチは駐車場とかシャワールームとか完備していて、それで雰囲気も綺麗ですね。磯のそばを陣取りました。次男は念願のワニです。子供たちは楽しそうですね。私も魚を捕まえに行ってみることにしました。魚をついてみるのは小学生以来ですね。魚がいました。取れました。さすがに撮影しながら撮るのは無理でしたが、数回やってみたらすぐにできました。ちなみに私がやってみた感じ、森を撃つのは狩猟で銃を撃つのによく似ていますね。飛んでる鳥を撃ったりするのに比べて、3メートル先の魚は泳いでいても簡単に当たりました。正しいフォームとか何も知らないままやってみたんですが、銃と同じで射撃姿勢を安定させて頬付けするぐらいに引き寄せて撃つとよく当たりました。こんなに簡単なのって思っていろいろ調べてみると、どうも大きい魚はこんなに簡単じゃないようですね。まず射程まで近寄らせてもらえないようです。いろいろ奥が深いようなんですが、この魚突き、スナイパーにとってなんかやってることの雰囲気が似てて、まるでハンティングしてるみたいでしたね。ハマりそうです。はい、ということで今回はハンター家族の休日ということで、海水浴したりドローン飛ばしたりスピアフィッシングしたりしましたよって感じの動画でした。山もいいですけど海もいいですね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。